俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だぞ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫唾が走ってたんだ。まあまあ言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まりや。秒で終わらせな。余裕余裕。さてセーレア。やってみんか。本気でやって私の番ね。行くよ。とりゃこれでんのか。俺の腹だ。取っておくんないかね。さてどうしたんや。覚悟しなよ。よいしょ。どれか。私の番ですね。来てみて。邪魔だよ。おいじゃあ覚悟しな。
遊んでくんないか。見てなさい、足の隅してやる。さあ、舐めないでくれる。セーラー神羅万象の意味。ほら、こうやってきなさい。行くぞ。本気でやってん。とっておきだ。天地霊明よりの怒り。私のバッテリーゼア。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろうよ。箱の中におめえの首を見たらな。